イサベラ島の位置イサベラ島は、ガラパゴス諸島で最大の島で、面積は4588平方キロメートルで、あり、南北約100キロメートルに及ぶ。赤道直下に位置し、島の北部を赤道が通過しており、ガラパゴス諸島で赤道直下にあるのはこの島のみである。島の名は、クリストファー・コロンブスの探検を講演したスペイン女王、イサベル一世の名にちなむ。 英名のアルベマール島は、アルベマール公爵にちなんで名付けられた。左上、アルセド火山右上、アルセド火山左下、ゴルフ、ダーウィン、アルセド火山右下、ゴルフ、ダーウィン火山イサベラ島は、ガラパゴス諸島のホットスポット付近に列として並ぶ、当初の生端に位置する、最も新しい島の一つである。形成時期は、約100万年前から70万年前と、 推測されている。イサベラ島は6つの火山よりできており、エクアドル火山以外の5つの連なる縦状火山には直径およそ5から1 0トルとなるカルデラがあり、それぞれ標高が1 0 0 0ル以上ある。最も高いのは北部にある標高1 7 0 7ルのウォルフ火山である。これら5つの火山は北に位置する火山ほど新しいが、 エクアドル火山を除くそれら5つの火山のすべては今もなお最も火山活動が活発な場所となっている。ガラパゴス諸島で3番目に人口の多い島であり、島の南東にある町、プエルト・ビラミル周辺に集中している。島には火山ごとに固有となるガラパゴスゾウガメの五あ種が生息するほか、ウミイグアナ、ガラパゴスリクイングアナ、ガラパゴスアシカ、ガラパゴスペンギン、 ガラパゴスコバネウ、アオアシカツオドリ、褐色ペリカン、ベニーロフラミンゴなどの生物が多く生息する。移入されたヤギは北部で推定10万頭以上に増えていたが、1997年よりガラパゴス国立公園管理局とチャールズ・ダーウィン財団による撲滅事業が開始され、2006から2007年には根絶された。ありがとうございます。